みんなで作るマスラボのウサイソルです。さあ今回はですね、またまた、Twitter で中高3年生の方から問題いただきました。これがですね、自作の問題ではなくて、なんと JMO 聞いたことありますかね、Japan Olympic Mathematics Olympic JMO の予選です。さあ予選ってことはね、本選より簡単かと思いきや、この問題結構僕悩みました。ということでですね、やり方自体はね、多分は中学生でも解けると思うんですけれども、めちゃめちゃ考え方が大事だと思いますので、ぜひ今回も楽しんでみてください。それでは行きましょう、レッツゴー。はい、ということで、まずね、もうルートが入ってまして、4乗ですとなった時に、まあ、11の4乗とかぐらいはね計算できるかもしれませんが、これ計算したら大変なことになりそうですよね。うん、例えばはい、11の4乗、まあもちろんね、これってパッと出ますか、11の4乗。実は前ね、どっかで説明しましたけれども、11の4乗っていうのは、あのパスカルのね三角形を考えれば実は出ちゃうんです。一応ね、これどういうことかっていうと、11の2乗は121、11の3乗は、1331、11の4乗は14641なるんです。 OK、そうで、このね、ものは別に覚えておいてもいいんですけれども、例えばこんな感じでやると確かにね1331になりますよね。そう、ただこれをね、じゃあ14641でこれがね、100の4乗ですから10の8乗ってなった時に、おそらく多分計算するのは違うなという発想には僕はまずなりました。だから知識系とかではないとかね、ってなった時に何か、はい、工夫が必要だと。ってなった時にやっぱここですかね、111、これは明らかですけど11+100なので、一旦僕はですねこのように整理しました。はい、でここからなんですけれども、以前ね、それこそ因数分解がこういう系で、中学校確か1年生だったかな、ツイッターで送ってきたもので、同じようなものありましたけれども、やっぱりですね、これを一旦文字で置いた方がいいと思います。ということで、11を例えば X、100を Y と置いてみましょう。はい、そうするとどうなるか、これはこうなるわけですよね。はい、いかがでしょうか。まあね、結構綺麗な感じになりますよね。まあ、見るからにこれ、はい、どういう式かっていうと、まあ、対称式ですし、今回まあ四次式ですけれども、x とは対称式で同じ次数ですよね。ってことはこれをよくですね、まあ、同時の対称式って言ったりします。はい。で、じゃあこの時にですね、いろんなやり方も確かにありますよ。まあ、x プラス y をなんとか、xy をなんとかあるかもしれませんが、僕のイメージとしてはこれが因数分解できればいいかなというふうに僕は思いました。うん、だから何かね、これまあ展開して一回、まあ2分のとかもありますけど、ざっとしたらなんかいい感じになるんじゃないかなと思いまして、一旦この4乗は展開してみましたけれども、これいかがでしょうか。この時点でなんかパッと思いつきます。うん、ということなんで、まあここは一旦ね、ちょっと手を動かしてみましょう。はい、x プラス y の4乗はこのようになります。で、さらに x の4乗と y の4乗が加わりますから、このようになるわけです。 OK、 でね、やっぱここでアーとなるわけ。やっぱこの2分のっていうのも正直ね、まあ、雑体と言いますか、なんかいつか消えてくれるかなと思いきや、ちゃんとね消えてくれました。はい、2で割ると、はい、このようになりますから、はい、整理するとですね、どういう形になるかっていうと、はい、こうなります。なんですが、ここでですね、大変なことが起きるわけですね。これ因数分解しようかなと思うんですけれども、パッと思いつかないわけですよ。これどうですかね。例えばね、 x に例えばマイナス y とか入れるとどうなるだろうって考えると、こことこことこことここは多分消えるんですが、あ、消えないか、あ、消えないですね。はい、ということで多分同じ発想をしてここでね止まっちゃったよっていう人結構いるんじゃないでしょうか。そう、つまり何かしらね、こうなんかいい工夫が見えるかなと思って動いたんですけれども、ここでとんでもなく、なっちゃうと。なった時にこれどうします。うん、まあ、例えば、まあ、さっき言ったね x プラス y と xy とか置いてね、いろいろやってもいいんですが、やっぱりですね、僕改めて思ったのはここですよね。
はい、整数で答えよ。 OK。 つまりこれは整数になるわけですから、どうなるかっていうと、ルートがおそらく外れるってことですよね。ルート960とかではなくて外れるんです。ってことはおそらくですけれども、この中身が何かの2乗になるっていうふうに予想つきません？そうなんです。実はこれちょっと本当かどうか分かんないですけど、多分ですね、僕これ見ないと思いつかないと思います。うん、整数だよっていうのが意外とこれヒントになってたわけですね。そう、だからちゃんとこれは外れると。なのでちょっとこれ仮ですけれども、もし逆算しましょう。2乗だったらこの中身はどうなればいい？そうなった時にこれが引いてくるのが対称式だよってこと。今回四次式の、まあ、対称式、同時対称式って言うんですけれども、その2乗ってことはここの中身はもちろん対称式ですよね。で、明らかですけれども、まあ、こうなりますと。x2 乗と y2 乗は必ず入っていますよね。なぜなら、x4 乗と y4 乗があるから。じゃあ、この中身何か。OK？ 対称式で、かつ、4次の対称式は、2次の対称式の2乗です。さあ、あと、x2 乗、y2 乗以外に2次式は、それは明らかに、これですよね。XY ですよね。ただ、これだけは係数がまだ分かんないです。係数がまだ分かんない。ということで、ちょっと係数、例えば P としましょうか。こういうふうに置いてみましょう。そう。だから、仮で逆算して、こういう二次式で置けるんだったら、どうなるのかな。置けないっていう可能性ありますよ。ここにゴミが、マイナス何本出てくるかもしれませんが、ちょっと考えてみましょう。はい、したときに、これどうですかね。で、これね、ここでちょっと数学力出ると思うんですけれども、これを展開してももちろんいいですよ。展開してももちろんいい。ただ、正直さ、大変なこと起きますよね。ピー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 って言いますから。ということで、ちょっと逆算しましょう。何をするかっていうと、よく因数分解にありがちな話ですけれども、x とか y に何か入れましょう。まあ、0入れたらどっちも0になりますけれども、例えばじゃあ、1入れるとどうなるか。これちょっと考えてみましょう。はい、上。これに全部 xy1 入れると、1たす2たす3たす2たす1。これは、はい、ルート9ってなりますね。はい、ルート9になる。ってことは、ここは3になればよくないですか ?3 になればいい。じゃあ考えてみると、これが、はい、p たす2になると。OK。p たす2になる。ってことは、これが、3であればいいかなということになりますので、実は必要条件から予測つくんですよね。つまり実はこれ、これの2乗がこうなるとっていう予測がつきます。で、あともこれをちゃんと確かめたいんだったら、これを展開するっていう形でもいいと思いますけれども、実際展開これやってみるとちゃんとこの式になるわけです。 OK。 つまりわーっと一直線に走っていって詰まったと思ったら、必ず問題とかからキーワードを盗み取る。で、逆算です。整数なんだったらルート外れるよな、2乗だよな。で、その逆算の置き方も対称式というものを使えば、この中身も必ず対称式になる。二次式のね、そう、それが見えていれば、実はこれもちろんね、今回 x とか y は11とか100ですから、まあプラスですよと、中身はプラスっていうことなので、はい、ここがルート外れると、実はこのようになるわけです。まあ、これぐらいならもうあとは計算できますよね。はい、ということで、x を11、y100 なので、はい、このようになりまして、ラスト、計算すると、はい、11221ですね。で、フィニッシュとなりました。さあ、いかがでしたでしょうか。まあ、これね、もし分からなかったら、僕だったら多分2016とか書くと思います。2016年ですか。よくね、こう年号に合わせた問題ありますけども、全然関係ない11221ですけれども、結構面白くなかったですか。確かにね、こんな発想、正直高校生でもねできるかどうかですけど、中学校3年生ね、すごいよね。数学マニアといいますか、好きな方、
ということで、まあ、考え方自体はね、それこそ大人の方でも分かると思いますので、ぜひね、こういう問題を本当にもう定期的にやっていきたいと思います。マサラはですね、視聴者さんからいただいた両問を中心に解説しておりますので、ぜひ何かあれば、Twitter に DM とか LINE でお送りください。ということで、今後良かったなと思う方は、高評価、チャンネル登録、方もお願いします。それではお疲れ様でした。バイバイ。